これから競技会っていうものに出るつもりはないです。僕が、これまでやってきた中でもう競技会に対して結果っていうことに対して、取るべきものは取れたなっていうふうに思ってますし、そうですね、そこに対する評価をもう求めなくなってしまったのかなっていう気持ちもあります。寂しさは特にないです。これからさらに頑張っていきたいなって思いますし、あともっともっとその試合っていう限られた場所だけじゃなくて、もっといろんな方法で自分のスケートを見ていただく機会があるかなというふうに思ってますし、作っていきたいなって考えているので、ぜひ楽しみにしていただきたいななんて自分では思っています。ここでありがとうございましたじゃないっていうのは正直自分が一番思っていて、全然終わらないので、引退でも何でもないので、ここからさらに上手くなるし、さらに見る価値があるなって思ってもらえるような演技をするために努力していくので、これからもどうか応援してやってください。よろしくお願いします。言ってくださった通りに僕はアスリートでしかないと思っていて、でこれからいろんな演技をしていったりとか、スケートを続けていくにあたって、いろんな面が見えたりすると思うんですね。ただその中でもやっぱりなんか芸能人とか別にアイドルでも何でもないですし、なんかやっぱりアスリートとしてかっこいいなって、アスリートとしていろんな希望とか夢とかを見せてもらえるなって思ってもらえるような存在として、これからも努力していきたいなって今は思っています。お願いします。